ストンテンさん、ヒロ712、桃の天ぷら、たまちゃん、モブピーもゴールドキュありがとう、ゴールドダルマもありがとう、ヒカル、メイ、ナナタ、こんばんはありがとう。あ、ディオス、アフタヌーンティークマさんかな、かわいい、ありがとう。アフタヌーンティーだってる、お茶してる。あ、テンさんもお茶ギフトありがとう。なんかお茶ギフト増えた、ティータイムギフトみたいな。ユニルテス、ゴールドキャありがとう。虹色の空、ゴールドダルマありがとう。ダクくんもゴールドキュ、モピーもゴールドダルマ、サキさんもゴールドキュありがとうね。イオちゃんもリッシンこんばんは。ザルソバもゴールドダルマありがとうございます。ナカニーこんばんは。ダクくん、紅茶でいいのかな、ありがとう。アルさん、アサヒこんばんは。 AKゴールドダルマありがとうね。本部こんばんは。マーボーも今日ありがとう。ゴールデンウィークですね。クラシアノブ、ナルくん、ゴールドキュンとダルマありがとう。エアロさんも紅茶ありがとうね。あ、タコすごいタイミングが重なって、すごいタコずら先生、タバちゃん、ゴールドタコありがとう。ニールタイさんもゴールドタコありがとうね。エビ様もゴールドキュンありがとう。アロマこんばんは。先生、ゴールドタコありがとう。テンさんもゴールドタコ。お、ディアス、ゴールド、アイラブユー、キューピットありがとう。光る、カラフルドラ祭りありがとうね。カラフルドラ祭り、さっきさん優勝ありがとう。テンさんもゴールドドラマありがとう。メモちゃん、あ、メモちゃん、ゴールド、 I love you、 あ、みんなありがとう。ゴールド、ゴールデンウィーク、もうゴールデンウィークもう終わっちゃうね。うん、クラシアノブ、ヒロニャンマー先生、ゴールド、ゴールドギフトありがとう。そう、あ、グーもゴールド、 I love you ありがとう。スタポンテヒーヤン、こんばんは。そう、11時からさ、あの柏木由紀さんの情熱大陸あるから、ちょっと私 iPad で見ながらちょっとお送りしようかなってちょっと思ってた。そうね、そうそう。こじやすこんばんは。テンさん、ゴールドキューありがとう。つばさばしい、ゴールドダルマありがとう、ありがとう。ね、鍋、ゴールドダルマありがとうね。17年、ね、17年間ですよ。近いし、ゴールド今日ありがとう。タコくんもゴールド、タコさん、はい、送りくれるのもゴールド今日ありがとうね。ひまわりさんこんばんは。遅くなってごめんね、ありがとう。みんな予定よりも遅くなっちゃった、来てくれてありがとうございます。サトポンこんばんは。ヒゲマジンさんこんばんは。情熱大陸録画してます、やっぱり録画してる人多数。ツッチーこんばんは。一緒に見れるの嬉しい、本当やった。ミノッチこんばんは。ペケこんばんは。うん、マイケーもありがとう。アリアリこんばんは。今日も暑かったですか、ね、すごい、もう30度超えのところがたくさんあったよね、なんかニュースで見た。ダブルリオスセイこんばんは。確かに同時に見るの久々かも。エダックくん、ゴールドダルマありがとう。ペケもゴールドダルマありがとうね。ひろきこんばんは。そう、バカウインクしてありがとう。エリアスゴールドタコさんかわいい。暑かった、やっぱりそうなんだ、暑そうだったね、夏だった。うーん、30度いった。ひーやん、紅茶ありがとう。テンさん、さっきさん、ゴールドキュありがとう。伊賀の藤丸さんこんばんは。ポンさん、ゴールドダルマありがとう。
日焼けした？いやーもう日焼けが怖いね。マフピーキャリアと夏のようでした。塩釜に入港、お疲れ様です。ようこそ塩釜へ。トシキュアありがとね。ペースがこんばんは。そうまたちょっと天気がね、明日から宮城は崩れるっぽい。明日？明後日か、明後日から。BPM こんばんは。始まる？始まる。私はあの TVer のリアルタイム配信で見ようかなと思ってBPM ゴールドだるまありがとう。テラーヒーローさんこんばんは。デスティノさん、テンさんゴールドだるまありがとう。月あかりんちゃんこんばんは。りんちゃんって言っちゃった。月あかりんさんかちゃんと消しちゃった。りんたさんかわいい、ありがとう。かわいい。うん、天候待ち。そうそうだよ、 TVer でもね、まあ番組は限られるんですけど、そうリアルタイム配信ってやって、普通にテレビで放送しているものを TVer からも見られますよ。始まった？ちょっと待って、 TVer まだだ。もうすぐ始まるかな。始まってる。嘘、なんで始まらん。お、始まった。こっちも始まりました。ちょっとずれてるかなおー、いい写真。あれ、バグった、バグった。何？バグっている。え？なんか通信状況良くないって言われた。どうして？どうしてだ？電波問題。どうしてだろう。電波よ。お、来たかな。ね、配信はできている。こんなの出していいのみたいなのは結構めっちゃ音鳴る。テレビで見て柏木由紀のこと憧れるかって 100% ないのは分かるというか。待って、ああ、なんだ、めっちゃ音鳴る。 AKB48。 あ、いけたいけたセーフなんか違う戦争してたって本当に タイムラグある。あ、ダックくん、I love you、ありがとう。I love you。 ダックさんも、
ゴルドダルマありがとう。いいよね。てか情熱大陸地震自体が好きなんですよね、私。番組がこういうドキュメンタリー系というか、タカさんゴールドアイラブユーありがとう。ゴールドダルマもありがとうね。テーマこんばんは。靴下、おお、すごい。入院の時の様子だ。手術、懐かしい。劇場の床の感じ、床とかステージの感じ、すごい。木本先生だ。あ、結構タイミング合ってきてない？やった。月？まあでも月もかっこいいよね。テーマ、バラありがとう。なんか月って言われるのも嬉しいな。太陽って言われるのも嬉しいけど。TVer で見てくれてる、ありがとう。ダク君が花束、アイジー君ありがとうね。シゲカッパこんばんは。ねえ、ドレスめっちゃ可愛いよね。衣装さん、あーやばい、このコールやばいね。すごいいいね。あ、 TVer で見てくれてる、ありがとう。劇場しばらく行ってない。去年の秋。シゲカッパ今日ありがとう。え、お便り落ちてた？見逃した。あ、いた。お便り、ゆいゆい。下もいる。北斗さん、としろさんこんばんは。はじめましてさんこんばんは。え、身長170になったらしい。代理、え、嘘、マジ、すご、一緒だ。光るゴールドダルマありがとう。月明かりオンパありがとう。ゆうやかわいいありがとうね。大画面テレビの前にいらっしゃいました。ありがとうございます、わざわざ。すごい、ファンの方も映ってる。アイジーゴールドキーありがとう。フォレスト系男子さんこんばんは。どしろ今日ありがとうね。フォレスト系男子流れ星ありがとう。村上さんゴールドタコさんありがとうね。あー、わかる、わかるとかで勝手に。モーターさん、流れ星ありがとう。篠山さんこんばんは。
わいい、確かにかわいい。ともっちんさん、だるまありがとう、光る流れ星ありがとう、私キュンありがとう。おー、幼少期の写真かわいいですよね、このデビュー当時の映像っていうか、かわいい。愛ちゃんキュンありがとう、かわいいですよね。すごいよね、15歳の時からすごいな。ひでまる流れ星ありがとう。なんでだろう、なんで嫌なんだろう。ね、このチェックの衣装めっちゃ可愛い。ゆきさんこんばんは。TikTok TikTok ね。センター、うんねえ、単独の初センター。でもこのミュージックビデオ本当に可愛い、なんか世界観が本当に好き、このお花に囲まれてる感じめちゃめちゃ好き、衣装も可愛いし、すごい合ってますよね、ゆきりんさんに。あ、TikTok左内屋さん、ゴールド Q ありがとう。ね、かわいい。光る紅茶ありがとう。ね、かわいい、ゆいゆい、うん。タマさん、ごへいさん、こんばんは。星抜けっちさんだ、ゴールドダルマありがとう。こんなんだったんだよイエーイ先輩が手汗くなるし、あーそうだね、ほんとバランスが絶妙ですよね。なんか意外ですよね、人の目気にしてるところもあるんでしょうけど、こう気にせず自分を貫くようなところもなんか感じられるような、なんかね、すごく絶妙な。
鬼メンタル。うん。月明かりオンパレード、そうそうさん、今日ありがとう。いいはん、こんばんは。あ、違う、なべちゃんさんだ。こんばんは。間違えた。コメントの方読んでた。あ、今横山由依さんがねー、ゆいはんさん、素敵なお茶、アフタヌーンティーかな、めちゃめちゃ素敵、おしゃれ。あ、ひかるこちゃんありがとう。中華みたいな感じなのかな。台湾料理みたいな感じかな。初めて買った CD は上からマリコかな、確か。真夏のサウンズグッドってその後ですよね。お、高橋監督。あー、このソロ曲もいいですよね。アイジー Q ありがとう。そうでしょうね。確かにいい歌詞。確かに的確。ケントマキュンありがとう。最初に買った CD 忘れた。エワカキュンありがとう。ギブミーファイブ。さよくろ。おお。タクくんキュンありがとう。貫禄あるね。ね、ユニール大佐、ゴールドダルマありがとう。ケントマゴールドキュンありがとう。でも私も結構このマインドですよ。うん、今やれることをやろうみたいな、精一杯向き合おうみたいな。うん、ね、コンサートのプロデュースもすごいですよね。ほんと天才的。池健さん今日ありがとう。 SU ゴールドダルマありがとう。鬼メンタルではないですけど、私はそんな、もっとメンタルは強くなりたいですけど。ね、いやすごいだろうな、瀬戸り考えるってさ、すごいすごい大変なことだと思うんですよね。こういう演出というか、すごい本当に。それは数々の経験とか客観的な見え方ができてないと本当にね、こなせないですよ。ね、ファンの気持ちをさ、あ、CM になった。ファンの気持ちをそう分かっているからこそね、佐藤あかりプロデュース公演。
ね、あっという間だ。あっという間の20分。え、何分までだっけ、30分までだっけ、あれ何分までだっけ。月あかりん、おんぱりがとう。見入っちゃったね。山形かかし、ゴールドダルマありがとう。卒業公演の瀬取りは、あ、そうそうそう、それは私考えたよ。私の時の卒業イベントの時のは瀬取りとかフォーメーションとかも自分で考えた演出というか、そう、この衣装でこのメンバーとやりたいとか、うん。お、CM 開きました。ピーシアさん、こんばんは。髪瀬取りだった、本当？めっちゃ語ってたっけ？あー、みんな泣いちゃって。愛されてますね。もう長いですもんね。かわいい。お、ピアーリーナ。ピアーリーナは思い出深い場所ですよ。綺麗。ティアラもリボンもめっちゃ似合う。この白い衣装も素敵。あー尊い。あー泣いちゃってる、泣いちゃってる、ファンの皆さんも。うん、早替えがね。ゆめゆめさん、こんばんは。お、今高見奈さんが登場しました。あー見に行きたかった、本当に。しののめさん、こんばんは。アリアリさん、ゴールドダルマありがとう。人生そのもの、すごいですよね。でも確かに、確かに人生そのもの。あー、いいね、歌詞がしみるね。ゆきりんさんの歌声めちゃめちゃ好きですね。あ、CM、CM です。
羨ましいとは思わず自分の花が咲く日をまた パネル外すところ、あれなんかでも動画でアップされなかったでしたっけ、 X とかで確かあった気がする。鍋、ゴールドキュンありがとう。リサーチャーゴールド、ゴールドじゃなかっただるまありがとう。動画あった気がする。カピショ今も持ってるよ、もちろん。もうつい先日のことですもんね、この卒業公演が。そんなのもずっと前から認められてますよね。カメシャもらえますよ卒業の時ね。なんかこれそれまでのはもらってないですけど、一番最後のカメシャはいただきました、思い出に。あー、ファンの皆さんも撮りますって言ったらはーいってかわいい。そう、意外とベリって感じなんですよね、剥がす感覚が。あっという間に終わっちゃう。一からまた、すごい、ここまで極めた方でもさ、またここから一からアイドルっていう。あー、終わっちゃいました、あっという間に。いい情熱大陸でしたね。あ、モッピーカラフルダルマありがとね、ありがとう。いや、素晴らしかったです。さっきさん優勝優勝、えなべゴールドダルマありがとう。一緒に見られてる方ね、嬉しい、ありがとう。急だったけどお付き合いいただきありがとう。ちょっと待って、今電波のためによいしょ、電波のためにね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、
ごめんなさい、お待たせー、お待たせ。壁車あったよ。壁車持ち、これが私の最後の壁車。なんか袋に包まれて、これね、待って、めっちゃいろいろチラってチラって感じだけどね。壁車ありました。壁車が懐かしい。これが飾られていたんですよね。懐かしの本物、本物ですよ。たまきんありがとう。ダクくんいいね、ありがとう。梅、ゴールドダルマありがとう。ね、懐かしい。ニューデスキーありがとう。ちょっと反射がいろいろ。たまちゃんゴールドダルマありがとう。ニューデスキーありがとう。家宝ですね、家宝。飾らないの、いや、なんか大事に大事にしまっておいてる。情熱大陸見てたね。私も見ていましたよ。いや嬉しい。物販庫内飾ってほしい。今フィーキャンありがとう。懐かしい。飾ると日焼け、あーそっか、そうプチプチで梱包してもらっていただいてたので、そのまま可愛いハートのプチプチに梱包されてた。よく見たらこの子プチプチに梱包されてたんですけど、ハートだ、可愛い、ハートですよねきっと。ダックくん、流れ星やった、光るきありがとう。今気づいた、確かに。今すがちゃんかわいいね、近いし行き、ありがとう。ね、こんなハート型のプチプチあるんだ。ね、もう卒業して3年とかになりますね。私は2021年の3月に卒業したので、今も2024年のね5月だから、そう早い。ふう、ひでまる、山形かかしギフトありがとう。陽介さんこんばんは。普通のプチプチにも隠れハート、へえ、あるんだ。うん、嬉しい。でも今でもこうしてみんなとワイワイワチャワチャできて嬉しい。タカさんゴールドダルマありがとう。懐かしい。ひでまるゴールドダルマありがとう、本当にありがたい。アデノシン、花束ありがとう。ダックくん推ししか勝たん。ありがとうね。クラシャノブ、ゴールドダルマありがとう。あ、タマも生きがい。生きがいありがとう。テンさん優勝、優勝ありがとう。優勝、うん、デデン。ニューテス結婚してありがとう。結婚してありがとう。守りたいこの笑顔、守ってね。
ありがとうディアス。もう会えないかと思ってた。ミエミエ。それは嫌だ。それは絶対嫌でした。光る尊いありがとう。尊い。さっきの面白い女だっけ。来た面白い女。本日の面白い女。嬉しい。もっと面白い女になる。面白い女になりたいんだ私は。そう。全員思った。卒業後会えないものと思ってました。嫌です嫌です。私は絶対嫌だったのでそれは。タカさんも面白い女ありがとう。面白い。ボイヤーね、今週はちょっとお休みだったんですけどでね、ラジオもお休みだからちょっとでもね、あのこの時間でね、今週の私を楽しんでいただけたらと思ってね、今週はお休みが続くね、重なるね、会えないと思ってた、想定外に会えてるし、補給してもらえたら。そうなんで、ゴールデンウィークだからっていうわけではないと思うんですけど、たまたまその昨日だったらその TBS の SDGs の特番、生放送の特番がね編成されてたからお休みだったし、明日はもう楽天のね中継があるのでね、それのためお休みって感じでしたし、ティンさん守りたいこの笑顔ありがとう。なんかほんといろいろなことが重なってって感じですね。日曜明かり4連休も明日で終わり。いいじゃんいいじゃん、連休楽しんで。マークは今度キュー、ありがとう。明日は私も普通にお仕事だ。そうそう、楽天ね、ちょっと惜しかったね。ほんと金曜日はめっちゃ大量得点ですごかったの。クラシアナブ、ゴールドタコさんありがとうね。一瞬というか3位にまでさなったんだけど、今また5位。ね、連勝。野球ね、私もまたスタジオに見に行きたい。あ、インスタも昨日みんなチェックしてくれてありがとう。アサイーボールの投稿でした。そしてナナミンもね一緒に写ってました。そう、赤さんなんかさ、意外と赤さんってナナミンが私のことを呼ぶのってなんかみんなにあんまり伝わってないかったんだなと思って、そのコメント見てたら、あ、そのななみんの方の投稿をね見て、ななみんもそう私と一緒にアサイーボール食べに行った時の写真をねインスタにアップしてくれていたんですけど、結構呼んでますよ赤さんって私のこと。だからあ意外って思った。あんまりなんか広まってなかったんだって。いつから、結構前から本当に、それこそ現役の時からじゃない。赤さんって呼んでたと思うよもう私はさすごい馴染んでたからさ、みんなからしたら新鮮かな赤さん呼びでもあかりんでも呼ぶよ。今でもあかりんっても呼ばれるし、なんかたまに赤さんとか赤里ももちろん呼ぶ。
赤さん、赤さん私はナナミンのことはナナミンだな、うん、うん、ナナミンだなちょっとまた会いたいねって連絡をね日頃から取り合っていまして、佐藤さん、ナナさんって私は呼ぶジャケットサイン会の時赤さんって言ってたの覚えてますね、なんか言ってる時もあったよねきっとね、うん、あったと思う。ロック画面にする嬉しい。ギリタン賞こんばんは、うん、そう、なんか私がねアサイボール食べに行きたいって言ったらアサイボールいいねってこう乗ってきてくれて一緒に一緒に行ったんだでもなんか全然先輩感あるような呼び方じゃないですよ、なんかほんと赤さんみたいな、うん、休日価格、へえ、アサイボールがそんなことあるんだ、変わるんだ値段話し方とか呼び方不思議で面白い確かにいろんな呼び方してるイメージ、確かに私に限らず、うん、赤さん知らない人がこんなにもいたなんて意外、アサイーボールってどこで食べられるの、え、でもいや都内とかだったらいっぱいあると思うんですけど、宮城は割となんかちゃんと検索してだから限られてますね、アサイーボール食べられるお店、うん、でもカフェが基本そうかな、多いかな、うん、そう美味しいんだよ、アサイスーパーフードだからね、体にもいいし、あ、ハワイアンカフェとかにもあるかも、うん、そうだね、そう本当は他にもその仙台のお店でアサイボール食べたことあるんだけど写真が残ってなくてそうあの3枚3箇所しか残ってなかった、本当はもう2カ所ぐらい行ったことあったところあるんですけど、うーん、そうなの、男性が一人で食べても、え、全然おかしくない、普通、普通というか、うん、全然ですよ、逆に、あ、なんかすごいおしゃれって思うかも、うん、光る、キュン、ありがとう、意識高いアサイボールでもハマると思うな、うん、体にもいいし、小声で、体にいいことをしたいね、本当健康なことをしていきたいね、アサイボール食べたせ、ココナッツも乗ってたと思う、あ、ブルーベリーね、なんかお店によって乗ってるフルーツも違うしね、全然
食べる時間帯は私は特に決めてないです。でもにお昼頃に食べることが多いかな。たまちゃん紅茶ありがとう。全然朝に食べるものってわけじゃないと思う。うん、朝に逆に食べたことないかも、アサヒボール そう、その朝ではないあ、わっか、かわいい、ありがとう、かわいい。アサヒっていうそのもの名称ですから、うん、あの紫の濃い紫色のものの名称がアサイっていう、あれは果物なのかな、木、何なんだろう、実、木の実人体質結婚してるよと、結婚してどんな味、うーん、どんな味って言えばいいんだ、難しい。なんかベリーっぽいわけでもなく、ぶどうとベリーの間みたいな味かな、なんだろう、難しい。うん、そうね、でも癖になる味なんですよ。爽やか、ベリー、ベリー系なのかな一応。うん、味はアサイ自体の味は変わらないと思います。アサイだからアサイをなんか、なんだろう、液体状なんだあれは、なんかスムージー的なものにして、うん、出すので、味自体は何回食べてもアサイの味分かりませんね。なんか何とも言えないよね。塩野さんこんばんは。暮らしの武器ありがとう。そうなんだ、メンションつけてポストしますよ。見たいです。アカリーボールアカリーボール何入れよう。え、ゆうや、え、ゴールドダルマありがとう。ゆうたいさんもキュアありがとうね。キュア、おしゃれな食べ物食べたい。あとガレットとかもおすすめですよ。ガレット。ケリーさん、キュアありがとう。テニスボール。グーさん、ゴールド。タコさん、ありがとうね。うん。そば粉のガレット。もおしゃれだと思います。確かにね、なんか近所に気軽にあるようなものではないけど、でもわざわざ食べに行きたいって思っちゃう。梅さん、ゴールドダルマありがとう。そう、もぐもぐタイムで。アサイはあんまり音がしないからな。近所にあった？え、中心キュンありがとう。スコーン好きかな？好きだよ。スコーン大好き。ありがとう、中心キュン。人多かった。混んでただろうね。
もうこのゴールデンウィークはどこも混雑してたんじゃないですか。稲村ゆうさんこんばんは。中心キュンありがとね。キュン。浅草行ったらメイン通り取れなかった。ああ、お台場激混み？観光地めちゃくちゃ混んでた？あ、こう、そう、高速道路もね渋滞だったしね。いやーもうどこも大変でしたよねきっとね。地元のウーバーでアサイボール配達して、めちゃめちゃいいじゃん。ウーバーでもらえるのすごくいいね。とってもいいと思う。サービスエリアも混んでた。うん、秋田こんばんは。これでいいか、引きこもるに限る。暑かったしね。昼間混んでた。仕事とお掃除をしてた。あ、気仙沼行ったんだ。県外ナンバー。マッキーさんこんばんは。夏。テニス三昧いいね。確かにゴールデンウィークの時期、私も学生の時はなんかこう大会とかが多かった気がする。月あかりん音符ありがとう。楽しく集まった。てなまこんばんは。ピロ、流れ星ありがとう。パンケーキ入ったら女子ばかりで間違いで疲れた。でもなんか食べたいならさ、全然気にしなくてもね。だって食べたいんだから。で逆に私もそういう時ありますよ。こうパンケーキ屋行って、男性の方一人でパンケーキ食べてる方いて、あ、甘いものあの人好きなのかなみたいな。甘党男子なのかなみたいな。そう、なんか逆に親近感みたいに思えたので、全然気づかれすることないと思います。4人対策今日ありがとう。高校生大会やってた？やっぱり大会の時期なんだ。気になる？パンケーキ原宿で一人食べた。パンケーキの店一人で入った。いいじゃんいいじゃん、嬉しい。私が行ったところに行ってくれて。超甘党？超甘党どうなんだろう。普通甘党？ミツバチ、はい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 、すごい美味しいよね。あ、ラク君アフタヌーンティークマスありがとう。服装には気を使う。ちょっとパンケーキ屋っぽい服装とか。いいね。女子一人でも勇気いる。あ、本当に？全然一人で食べに来てる女性とかも多いと思うけどな。清潔感に気をつけね。確かにパンケーキ屋っぽい服装。店のにドーナツ食べに行った。全然それありじゃない？めっちゃそういう人見かけるよ。一人でなんかお昼ご飯かなみたいな感じで。でも全然ラフな格好でいいんじゃない？パンケーキ屋っぽい。パンケーキ屋っぽい服装。あ、タカさん、ゴールドタカさんありがとう。キルフェボン、でもキルフェボンも普通のカフェって感じで行けますよ。男二人で行ったけど周りの目が気になった。そうなの？珍しいのかな。どうなんだろう。シロさんこんばんは。
ねえ、あ、そういうものですか。え、ケロリンこんばんは。気になりませんでした気にしなくていいんですよ。あ、シロさんゴールドザルマありがとうね。ありがとう。ラグくんもゴールドザルマありがとう。ありがとうね。店自体がない近所に。握手会参加する方が服装気を使う。おお、でもなんかね、そのグッズのなんだろう、 T シャツとかさ、そういうのもすごく嬉しいし。 MVP ゴールドキュありがとう。うん、ニコさんこんばんは。T シャツ？ T シャツ。会場、そっか。暑かったか。爪に気をつけてな。嬉しい、そういうね、気配りというか。着ていたことない服着てくる。へえ、いろいろと考えてさ、決めてさ、会いに来てくれてたんだよね。お豆こんばんは。懐かしいね。握手会したいね。握手会したい。あいちゃん、ゴールドダルマありがとう。うん。握手会行きたい。嬉しい、そう言ってくれ。光るゴールドダルマありがとう。やりましょう。握手、握手したことないからしたい。あー、そうか、緊張するかも。絶対嘘だ。もう緊張しないでしょ、私に。ワイヤーの T シャツで劇場行った。嬉しい、使ってくれている。あ、ツーショットとかね。緊張する。そうなの。見えない。見えないよ。全然。あ、そうなの。緊張、全然思ったことない。なんか普通にみんな楽しくさ、一緒になんか私に合わせてお話ししてくれてるから、うん、いつもドキドキ。一番の方法は枚数を増やすことで途中で気づいた。だんだん慣れてく。心臓バクバク。そうなの、聞いてみたい。
ゆめりけ全軍、ゴールドタルマありがとう。ジブリもお話できない。そうなんだ。台湾の Q さんこんばんは。あ、ご視聴逆に緊張しない？そうなんだ。握手したい。お、12時ぴったりだ。ありがとう、みんな遅くまでありがとうね。チャーハン定食さんこんばんは。あかりんに無理。絶対なんかいざやってみたらそんなことないと思うよ。何話すか全然メモるけど忘れちゃう、まあ、あるあるだよね。さとしおもちさんこんばんは。私もそうだったもんな、メンバーになる前全国握手会とか行ったりしてメモして、あの、そう、話すこと決めるんだけど全部しっかり話せない。わかるな気持ち。最近のアクリルみんなお話うまい？おお。でもね、そんな大丈夫ですよ。青いバラこんばんは。エミルキュありがとう。メモを読みながら話いいのではないか。それでも読みながら。握手で一番好きだったのは特に重要なことは話さずにまったり。そうだね、まったりする握手もまたいいよね、落ち着くというか。カンペありで。メールいつも何枚ぐらい来てるか気になる。でも増えてるってこの間聞きました、メールの、メールソースラジオの、ありがたいことに。これからもメールお待ちしてます。あ、少しカンペつけてはないしな。全然それでいいと思う。そう、ありがたいね。ミル、流れ星ありがとう。シロンさんゴールドキューありがとうございます。あー、くしゃみ出そう。出なかった。師匠いたわ。ゴールデンウィークで遊びに行ってなかった師匠。今日いたわ。メールは放送当日送った方がいい。その方がいいかも。ねえ、なかなか忙しかったりもすると思うけど。久しぶり師匠。ね、最近師匠不在だったからね。今日は5月に入って最初か、最初の配信か。あれ？あれ違う？あ、そうだよね。どうだ。エアロキーありがとう。5月も楽しもう。いい5月にしよう。
もう5月ね、早い。えいけけんさん、今日ありがとう。5月もよろしくです。ね、5月も会いたいね。すごい、とてもまったりとした時間でしたが、ありがとう。イベが欲しい。イベね。シロンさん、ゴールドダルマありがとう。イベ待ってて。やっと撮ったよ。すごい嬉しい。明日はラジオお休みなんです。うん、ありがとう。たくやさん、ゴールド級ありがとう。ね、日程、日程、そうね、日程ね。でも毎年の同じタイミングだと思うな。毎年いつもいつもそこだからね。仙台のホテルが埋まるのなのってね。なんか早いみたいですね、取りづらいみたい。たくや、今日ありがとう。ケロリン、ゴールドダルマありがとうね。うん、マークアコード流れ星ありがとう。トモさん、こんばんは。秋祭り。秋祭り、スタッフさんに夏祭りもよろしくって言われた。桜祭りの時に。そう、みんな待ってるんですよ、ファンのみんなのこと、スタッフも。冬祭り、冬祭り寒いよきっと。秋祭りいいね。いつもの人挨拶してくれる。そんなことあるんですか。桜祭り帰りに言われた。そうだったんだ、そうだったんだ。なんて名前なのか。あ、室内でね、室内でイベント。すごく仲良くなって向こうから話しかけるようになった。仲良しになったの。エリーリキありがとう。ケロリン、ゴールドタルマありがとう。いいね、嬉しい。仲良く平和にね、それが一番です。スタッフさんフレンドリー。確かに認知されてる。嬉しい限りです。4年ぶりに会いに行きたいな。会いましょう、会ってください。嬉しい、なんか会いに行きたい。4年ぶりでもさ、会いに行きたいって未だに思ってくれてる、すごく嬉しい。本当にありがたい。会いましょう。ねえ、嬉しい。ね、私ももう会いたい。
桜祭りの高い毎日会いたいとね。ね、毎日会いたい。そうね、またいやでもね、そういったイベントもまたいろいろ準備がね進んでいると思うので待っていただけたら。ウィル、ゴールドダルマありがとう。毎週会いたい。私もだ。毎週会いたい。桃の天ぷら、ゴールドダルマありがとう。毎秒会いたい。毎秒どういうこと、毎秒会うって割と会いたい。え、割となの。え、割とって、割と、ダクくん、流れ星ありがとう。宮城来たからますます会いたい。そうだね、そうだ、そうだよね。嬉しい、宮城来てくれて本当に嬉しい。そこそこ会いたい。なんか傷つくよ傷ついちゃうよ下北 FM 以来。ああ、そうなのか。うわー、懐かしいね。下北 FM の最終、一番最後に出演した時ね。ああ、嘘です意地悪されたキスな、照れ隠し。照れ隠しだったか。普通に会いたいピロキさんこんばんは、ありがとうございます。嬉しい、嬉しすぎて5月も頑張れる。5月も乗り越えられそうだ。明日からまた1週間乗り越えられそうだ。うん、気合を入れる1週間なので、明日もありがとう。本当にモチベーションになっているみんなの存在が。あ、今 I love you が重なった。サッキーさんありがとうね。 I love you、 気合いだ、気合いだね。オフィーキーありがとう。そう、みんなも、みんなのことも応援してる、応援しています。え、月あかりん音符ありがとうね。うん、メールも待ってますえ、せゆきありがとうダクくん、ファイトありがとう。ファイト、タカさんも頑張った、祝頑張った嬉しい。スケジュール見て今頃仕事してるって、こっちも頑張れてる。ああ、そうなんだ。ああ、そういう風に思ってもらえるのはありがたいな。あ、光る生きがい生きがい、デデン、サンソンゴールドダルマありがとね。でね、うん、あ、ごめんね、あっという間に15分だ。ではランキングを読んでいきますね。ありがとう13位がメンマッチョでした。ありがとうございます。13位、メンマッチョ、会える日を楽しみに頑張るぞ。私もそこを目指して日々頑張ります。ありがとう。そして12位がグーさんです。ありがとうございました。グーさん12位、
おめでとうございます。すごいランク入り、来てくれて嬉しかったです。またね。そして11位がオニール大佐です。ありがとうございました。オニール大佐11位、おめでとうございます。おやすみクーさん、おやすみ。5月初配信ありがとう。今月もよろしく。情熱大陸実況楽しかった。うん、私も一緒に見たいと思っていたのでよかった。ありがとう、一緒に見てくれて。またね、実況もねしたいね。10位がたまちゃんです。ありがとうございました。たまちゃん、塩釜へようこそ。ね、お天気は大丈夫そうかな。天候待ち含めて、うわぁ、ウォッチに出ない日で残念。あら、そうか、明日何すればいいです、何すればいいですか。お長沖線の音聞こえよって。赤さんも頑張って。ななみんの呼び方、赤さんも頑張る。気をつけてね。そっか、そうかそっか、ウォッチの日じゃないか。あら、それはなかなかタイミングが残念だ。でもね、女川も気仙沼もすごくいいスポットいろいろです。女川シーパルピア、女川とかさ、あの商店街のところとかすごくいいお店いろいろあるのでね、ぜひ行ってください。ランキング変わったかな、大丈夫かな。9位がワカです。ありがとうございます。ワカ9位、ありがとう。また握手会したいね。毎日会いたいなと思ってるから、夢でよくやあ夢に、わーい、夢に登場してるんだね、嬉しい。ななみんとの写真いっぱいありがとう。あの子にもよろしくお伝えください。お仕事頑張って、頑張ります。ななみんにも伝えるね。ありがとう、また来てね。そして8位が8位がたまです。ありがとうございました。8位、パチパチパチ、たま、あかりに会いたいよ、かっこほんとびっくりマーク。嬉しい。やっぱそのストレートなね、まあどんなメッセージももちろん嬉しいんですけど、それでストレートに言ってもらえると心にグッとグッときますよ。明日も頑張ってね。うん、ありがとう、頑張るよ、ありがとう。そして7位がテンさんです。ありがとうございました。テンさん7位、ありがとうございます。7位、赤さんの順位一緒に見れて確かだ。キリンさんすごいわ、何だっても美味しい。食事会3日の保育園で1年間の教師まで、ああそうだったのかね。遅い時間にありがとう。お話できるの時間が幸せだよ。もっと早く会いたい。仙台行こうかな。これから毎日会ってくれても別にいいんだから、なんで感情込めて。ねえ、ありがとう、忙しい中ね時間合わせて来てくれて、こちらこそありがとうだよ。うん、遅くまで攻めてみました。攻めてますね。ありがとうございます。6位がヒカルでした。ありがとうヒカル、6位、おめでとう。赤さん一緒ありがとう。今日の情熱大陸見て卒業の頃思い出しましたね。なんか蘇ってくるよね。また言いますよと最後のお話が言ってくれたのは慰めかと思っていたけれど、今でもこうして応援させてくれること本当に感謝でしかないです。ありがとう。いやこちらこそだよ、それは本当にね。だってそれこそね、最後の最後に私のことを応援しようって思ってくれて、でその気持ちが今もね続いてくれてるっていうのは本当に本当にありがとう。うん、だから私も少しでも何かねお返しというか届けられたらと思っています。ありがとうね。5位が先生です。ありがとうございました。5位、先生テレビで新情熱大陸見ました。子供の日過ごせてよかったです。泣いた練習涼しかったですが、ああ暑くて体力消耗、福
ックに入って50年わーおめでとう。すごい教わったのがきっかけで。そうだよね、テニス続けてくれて、テニトモもできて、ああ本当豊かになりました。テニス教えてください、いつかまた。そうだね、一緒にしようテニス。うん、すごい6年目に入るのね。わー、連休から天気が出るので体調には気をつけて、明日からもうんお仕事頑張って、5月もよろしくね。こちらこそだよね、いろいろ気温の変化も大きい時期だから。すごい6年目だ、すごいよ本当、嬉しい。そこまでね、ずっとテニスを続けてくれて嬉しい、よかった。でもそのテニトモもできてってね、なんか嬉しいな、ありがとう。またね、え、4位がサッキーさんです。イエーイ、サッキーさん。4位。ありがとう。いつでも赤さんに、今日みんな赤さんって呼ぶじゃん。赤さんに会いたいと思ってます。本当ですよ。伝わってますよ。私もです。同じ気持ちですね。ありがとうね、サッキーさん。本当です。わかります。わかりますとかって心が読めるみたいな言い方してるけど、わかる気がします。わかる、わかると思います。ありがとう、4位さっきさんでした、おめでとう。そしてベスト3位3位がディアスです。ありがとうございます。ディアス3位、ありがとう。9連休最終日に配信ありがとう。9連休、そうか、勉強久しぶり、一番楽しい思いで卒業しても会えることに毎日感謝です。久しぶりの握手会期待してます。真剣に、毎日あかりん大好き。うーうーってね、握手会やりたい、嬉しい。毎日私も大好きです。ありがとう。またね、赤さん呼びの日だったね。え、2位がダックくんです。ありがとうございます。ダックくん第2位でした、ありがとう。すごい、2位だよ、ありがとう。小松町ありがとう。これで、あ、先にダックくんに、今日も楽しかった、本当？私もめっちゃ楽しい気持ちにいっぱいになれました、ありがとう。そしてテロポジ第1位が5月高さんでした、ありがとうございます。第1位、5月も配信ありがとう。これで今月も頑張れるよ、カリフも頑張って、大好き、イエーイ。5月も頑張れると言ってもらえて幸せです。私も大好きだよ。とんでもなかりの劇場公演見ていました。おお、そうか、あ、私も久々に見たいな。ありがとう、ゼロポジ第1位タカさんでした、おめでとうございます。長文で反映できなかった、タカくん、あ、本当？なんか準備してたのがあったのかな、大丈夫かしら。みんなもパチパチありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう。ワイも反映できなかった、あ、そうなの、はあ、文字制限があるのか、そうなのか。50文字なんだ。赤さんが TBC に入社したから会いに、ね、赤さん本当に赤さん、さりげなく赤さんって呼ぶのさ、笑っちゃうから、笑っちゃうから、本当今分けて書いてくれたかな、うん、思って生徒会現場に参加しようと思って、うん、現場に参加しようと思って、
そうか、まあね、そのいろんな応援の仕方は人それぞれだから。でも私もファンルームに何かコメントを送ろうと思った時、なんか長文すぎて一回ダメだった時とかあったな。会いに行けてよかったですな。嬉しい、会いに来てくれて本当に私もとても嬉しいですよ。うん、ちょっと赤さんなんか思ったよりもみんなの中で赤さんがこう広まったというか、なんかインパクトのあった呼び方だったんだなっていう今日のハイライト赤さんそこがめっちゃウケましたそんなに衝撃だったんだっていう赤さんみんな今日もありがとうね、遅くに会いに来てくれてありがとう。私はタカさん赤さんタカさんナナミに伝える。え、テイさんお疲れありがとう。うん、みんなも明日お休みの方もお仕事の方もね、またいい日になりますように。ちょっとまたこの後明日の登場予定を書きます。はい、ありがとうございました。うん、また5月もまたすると思うので来てね。ありがとうございました。またね、おやすましゅう。うん、バイバーイ、ゆっくり休んでください。